はい、どうも皆さんこんばんは。今回もですね、ライザのアトリエ続きやっていきましょう。ハンマーを作って多分ムービーが入るので、それに合わせて動画を撮影し始めました。ハンマーができた。あ、でも思ってたより結構大きくて重いな。おお、ハンマーも作ったか。あれ、アンペルさん。感心感心。アンペルさん、宿屋に行ってたんじゃないですか。とりあえず作ってみたけど、これ。ああ、材質も申し分ないし、これなら簡単には壊れない。採取の幅も広がるぞ。ほんそれ。というと？その辺の岩も砕けば中から希少な素材が見つかることもあるだろう。岩のように硬いものから何かを得ようとするなら、やはりこれくらい大掛かりなハンマーは欲しいところだ。確かに使うのは大変そうだけど。あと採取とは別の話だが、新たな道の開拓にも使えるだろう。ここに来るまでにも何箇所か見かけたが、あ、岩崩れなどで閉ざされてしまっている道があった。岩崩れしてて小妖精の森からじゃ行けないのかな。ああいう場所をハンマーで切り開けば、さらに新しい採取地にたどり着ける可能性があるな。なるほど、私も見つけたら試してみよう。なあ、空飛ぶ靴みたいなのが必要な気がするんだけどね。よーし、採取道具5個目、ハンマー。正確には6個目くらい。何作っちゃおうかな。まあこんなもんで特にまだ作れるもんはないから。ハンマー使ってね、なんつったっけ、あ、植物性の素材とかが欲しかったんだよね。何に使うかっていうと、なんだっけ、ずっと作れることになってて作れなかった、これだ。ネイチャークロスのビーストエアってやつ。どこに入れようかな。この植物エキスの、入手方法が、空間と小妖精の森、旅人の道とか、まあ、全部の場所で取れることになってんだけど、いまだにね、なんか取れるとこ分かんなくて、採取物って書いてあるから、ワンチャン拾うのかなとも思わなくはないんだけど。まあ今のところはわからないんで、さっさと行きましょうか、本編の方に。そっちが本命だし。どこに行くんだい。行くぞ。よし、行くぞ。養老門、かげろう。こりゃまた盛大にぶっ壊れたもんだな。よーいしょ。モルディナイト。おお、すげえ。これ明らかに最初道具間違ってんだろっていうようなのから、いろいろ手に入るんだな。結局ね、モンスター殴るのは斧が一番な気がする。さあ、こうやってぶん殴ったら AP10 じゃん。でプラス攻撃力と守備力下げてくれてるから、斧で投げんのが今のところは最強かなって感じする。その状況が変わる可能性はある。あれ、なんか置こう。どこなの？なんか死んだけど置こうな。ほらよ。オーダーやるとアタックスレベルも上げやすくなって、行きます。一石二鳥です。行きます。行きます。おや。で、アタックスレベル3になるとシャイニートレイルが全体攻撃になる。そんなんもあって、コンタクティクスレベル3になってからもう終わりかよ。いろいろ攻撃したいなとは思うんだけど、そんなことさせてくれる相手じゃないからね。よいしょ、よいしょ。宝石だろこれ、売って小遣いにしようぜ。なんでもやってくれる人がいねえか。こことかもなんかブーツあればあっちの方行けそうだしね。行ってみてえなあ。水星が。え、いいな、ハンマーでマジやれること邪魔くせえな、おめえ。なんだこの野郎。邪魔しやがって。許さへんぞ。
行きます。気をつけた方が良さそうだと思うんですけど、お客さん格上なのかと思ったら普通にレヘルンで全然ダメージ入る。カスやんけ。さあどんどん進もう。経験値美味しいな。やっぱレベル足らねえんじゃねえ、ボス戦行くか。テントナイト、テントナイト欲しかった。もう邪魔くせえなこの野郎。怒りますよ。行きます。これならどう？レベル打ちまくってやろう。あ、なんかオコだ。行きます。ブレイクゲージ削ってあげて。それ当たれ。てかまあ HP 削ったら2発で沈めるけど。さあどんどん進もう。この野郎。映像も上手くなってるかな。HP の伸び微妙だねクラウディア。よーいしょ。オベリナイト。まあいろいろ手に入ってるけど、まあ関係なし。取れたよ。この辺の戦利品あさりは帰ってからだ。いろんな糸があるのね。私糸って絹とかからしか作れないんだと思う。必ず勝とうね。いやなんか普通にかっこいいっぽいぞやっぱ。全体的に。あれやべ、コンバートしねえ。せえな。あーどうしよう、ドライブしてコンバートしよう。行きます。ライザこれならどう？あごめん今じゃない。ライザ一緒に今のチャンスね。クラウディアちゃんが出した後でよかった。ヘッドで。よっしゃい。国特攻が光るね。連射たまには別のキャラで必殺技打ってみるかって思ったら終わったわ。もう終わりかよ。プニプニ玉黒、各属性1ある。優秀じゃん。やっぱプニって優秀なんだな。いいな。なんかもうめっちゃ入り組んでるけどあちこち探索したくなる俺がいる。カゴ、全然必要ねえんだよな回復。なんでなの、レベル上がって回復してるとかそういうのかな。広いなぁマジで。どこまで生かされるんだろう。よーいしょ。これ素材集めれるかなぁ。ああ邪魔だよ。ふに一気にやっちゃおう。潰しちゃったじゃん間違えて。間違えてはないけど。当たれ。いきます。おい、なんか回復とか使ってくる。かわいい。行くよ、それ。クラウディア、お願いぜ。高ダメージで生活を下げる。そんなもんないか。道を変え。痛えな。ほらよ。あ、今のでいいんだ。微妙ならないか、クラウディア。でも回復技は持ってんだな、クラウディア。まだまだ。やっぱなおさら他を使うメリットがなくない？かわいそうなんだけどタオ君が。本当にただ巻き込まれてるだけの子になっちゃうよ。もう終わりかよ。あーレントが優秀だねやっぱ。よーいしょ。虫取りは苦手なんだよな。大カブト。俺がやったらみんな潰しちまうから。よーいしょ。いいね、いろいろ手に入る。いやーこれ帰ってから調合すんのが楽しみだぜ。ん？なんじゃこりゃ。なんだろうこれ。なんかの機械か。こんなの全く見たことないけど、ひょっとしたら価値のあるものだったりして。せっかくだし持って帰ってみよう。アンペルさんなら何か知ってるかもしれないし。なんだろう。
このあと何かしらの新しい要素が追加される。ほほかっけー。ちょっと前失礼しますね。なんかこっちにもいる。でけえ一回り。通せ。気をつけて戦わないと。というか押し通る。あれこれ勝てるやつか。最近強くなったとはいえ勝てるやつ勝てないやつの区別つかないんだけど。行きます。あ、大丈夫大丈夫。それ、もうライザ頼んだ。ライザ一緒に行きます。そうそう、マンクライディア、もう火ダメージは打てんくなった。それ、ぶっ飛べ。あ、ブレイクしたね。行きます。おや行きます。この調子でレヘルン当て続ければ倒せない敵はいないんだよな。それまずいけど。通常攻撃でタコ殴りしてやれ。行きますよ。行くよ。いいね。やっぱいけるんじゃないかな。この調子で頑張ろう。一旦帰りたいけど。可愛いクラウディア。また一つつい。まだ演奏も上手くなってるかな。ボス戦前にもう一回帰りたいとかいう気分はあるけど。オルディナイト。まあ別にわざわざそこ来る必要なかった。宝箱あるじゃん。もうらい。何が出るかな。ゴールドコインいらねえ。どうせ換金用アイテムでしょそれ。あ。さあ行くぜ。殴れんかった。動く甲冑とゴーストアーマーだって。行きます。行くよ。行きます。なんかおこなんだけど大丈夫かな。おりゃ。行くよ。いや大丈夫ないな。クラウディア。やべ。お願いオレ。使うやつ間違えた。行くよ。免許くれた。おらおら。任せた。行きます。あぶねえ。ギリ殺しきった。まだまだ。セーフセーフ。通常攻撃するだけなんだからキャラ変える必要はないのか。さあどんどん進もう。錆びついた剣いいね。いろんな敵と戦える。そしてそいつらとちゃんと対等に渡り合えてる。それが素晴らしい。よーいしょ。対等かは知らないけど、これ行ったらボス戦だよね。イタチ必ず勝とうね。イタチシスベシ慈悲はない。行くよ。それ別にいらないよな。なんだ。行くよ。まさか打てないというか技を打つ必要がオーダー以外でない。行くよ。それ決戦だよな。行けえな。メント君もっと合わせるね。行きます。行くよ。よいしょ。行きます。やばい、ライザちゃん。援護するよ。ライザちゃんの HP がまずい。クラウに切り替えて、癒しの旋律でライザを回復。穏やかな音色で。クラウディア、やるぜ。おりゃ。めっちゃ回復するの。クラウディア、お願い。行くよ。マコダメージ与える攻撃はない。道溢れて。マジどういう攻撃与えてるのか分からない。この調子で頑張ろう。もうさあ AP かなり温存できそうじゃない。クラウディアいたら。よーいしょ。糸って結構貴重品だよね。まあ、そこにさベッドのマークあるからさ、これ休める。そうだ。たくさん。ぽいんだよな。休むかそこで。壁の反対側だけど、あ、この辺にいるんじゃない誰か。ここってまさか魔物と戦うための城？最後は負けて竜に乗っ取られたのかな。ああ珍しくタオ君が自ら走っていった。あれ古代文字じゃん。これって模様じゃん。呼べるようになったタオ。
古文献と同じクリント王国の文字だ。なんて書いてあるの？そんな簡単に読めん。読めるよ。同じ文字だもん。読める。すごいじゃないタオ。それでなんて？最初のは炎の翼、竜のことかな。次は召喚で、その次は知らない単語だ。なんだ、スラスラ読めるってわけでもないのか。むちゃ言うなよ。そりゃ勉強始めたばかりだもの。この3つとあと1つ、計4つの言葉が繰り返し書かれてるよ。炎の翼と召喚、わからない単語が1つ。召喚は魔物を呼び出す魔術だっけ。最後は殺せ。あのドラゴンを殺そうとしてたのか。それってどういう文章なの？ちょっと待って、考えるから。最初が主語なのは同じで、この末尾は命令形かな。よう、早くしてくれよ。せかさないでよ。大雑把に言えば、召喚された竜よ、何かを殺せかな。召喚された竜？竜ってここを襲った魔物じゃないの？じゃあ本当にここを守ってたのか。僕だってクリント王国の召喚なんてわからないよ。今の今までおとぎ話みたく思ってた単語なんだから。くそ、アンペルさんやリラさんがいりゃな。竜が召喚されて何かと戦った。竜を使ってもこんなひどいことになるような敵と。それがアンペルさんたちが追ってる敵？意味はわからないってこと？なんて読むの？そのまま発音すると、フィルフサ。あ、だね。フィルフサ。怖いね。謎は深まるばかりだよ。とりあえず朝まで休もう。休んじゃおう。でまあアイテムがちらほら使えなくなってはいるけど、けどって感じやな。まあ無駄な戦闘もちらほらしてきたし、しょうがないっちゃしょうがないのかな。行こう。多分おそらくボス戦でしょう。今のがボス戦前のセーブっていうか休憩でしょう。あれ、姉さんしかいない。どうした、アンバーは。アガーテ姉さん大丈夫？お前たちどうしてこんなところに。クッキー食べる。んなことより他の連中は？あいつの奥にいる。私らも傷を負わせたが、大半が吹き飛ばされて。竜の向こうにボス君たちが。うわっ、どうしよう。ローって戦うしかないでしょ。戦うって僕らが？僕らだよ、僕ら。そうだよ、その僕らが戦うんだよ。戦わなきゃどうしようもねえ場面だ。アガーテさんは炎が届かないところに隠れてください。クラウディアちゃんしっかりしてんな。な、何を言ってる。お前たちだけでやるというのか。アガーテ姉さん、話は後でね。あ、そうだ、もし勝てたらご褒美にお説教なしってことで。
たりも死にそうな感じなんだ。あーなんか初のボス戦中ボス HP を、マジかよ。行くよ。行きます。おりゃ。行きます。41、一発41、すぐ回復できる状態キープしといた方がいいな。頼んだ。それこれならどう。やばいやばい、主任が出る主任が出る。おお、やべ、スロー食らってる。スロー直すの持ってきてないって。きついね。一旦ブレイクだけしちゃうか。行きます。それ。おや。それ。おや。行きます。オッケー。ライザー。一発行きまーす。行きます。今がチャンスね。きついなこれ。勝つか。いやスローがきつい。今もう解除されたけど。それ。いきます。それ。あやばい。これマジでやばい匂いしかしない。レッド任せた。いきます。下げたよ。まだまだ。下げたけどじゃない。いきます。いくよ。いきます。やっべ。ああまあ耐えた耐えた。もらうぜ。それさ、なんかさ、なんかのボタンでさモード切り替えるみたいなのなかったっけ。いくよ。なんか味方たちが活発に動いてくれるモードみたいなのなかったっけ。どのボタンだっけな。いくよ。やばい、クラウディアが死ぬ。クラウディアお願い。無茶言うな。ライザ頼んだ。あれじゃん。レンタ君、レンタ君。レンタ、任せた。行きます。行くよ。行きます。早めにクラウディアを回復してくれ。なんとかしねえとな。あぶねえ。行くよ。ヒヤヒヤしたわ。合わせるね。まあまあまだ耐える、まだ耐える。耐えれるけどだよな。リアスの戦に来て自分を回復して、あー持ってかれた。切り裂く。きつい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 。やっぱレベル足りてないのでは。いてえな。ちょっと待ってんな。あこれだ。力強く一気に。ほらほらほら。やっべ、もうちょい早めに分かってたらレント君死なずに済んだかもしれん。それレント君じゃないや。いきます。ライザちゃん死なずに済んだかもしれん。えっ、発信でも経験値入るし。傷を癒して回復して回復して。クラウディアやるぜ。ほらもうせえな。ブレイクゲージ割とガッツリ持ってかれるのよな。あ、オッケーオッケー。あーぶねー。もうさぁ、やるの久々ではないんだけどさ。そこそこ楽しめたぜ。やーべーやべー。また一つ強くなれたぜ。おー、かっこいい。まだまだ強くなるよ。かった。演奏も上手くなってるかな。あっぶねまして。ギリギリの戦いさせやがって。やった。倒れた。いや、倒した。俺たちが倒したんだ。本当にやっちゃったんだ。信じられない。
ボス君、生きていたか。ボス、今とどめを刺してやる。夜だ。今解釈をしてやる。なんでだ、なんでお前たちに助けられなきゃいけないんだ。お前たちにだけは助けられたくなかったのに。とりあえずまあいろいろ話すのはいいけど一旦帰ろう。クッキー食べる？ボス、みんなまずは怪我人を手当てしないと。アガーテさん大丈夫ですか？あ、ついでにライズちゃんも直してあげて。ああ、私よりも向こうの連中を頼む。ひどい火傷を負ったやつがいるはずだ。行けクラウディア、ゼリーとクッキーだ。死者が出なかったのは不幸中の幸いか。竜を倒すという目的もお前たちのおかげで達成できた。うん、もうここにいる理由はないし、村に戻ろう。怪我人にもちゃんとした手当てをしないと。モリッツさんもボースの心配をしているはずだ。他の魔物が来る前に引き上げるぞ。ねえ、大変だったなあ、マジで。でも結果的に勝てたからよし。あー、勝ったる勝った。帰りましょう。タイドちゃんの HP まずいし、 AP がしっかり切れるんだよなマジで。よかったマジで。で結局さ、魚ブロリキって使わねえんだよな。ちょっともうさ、アクティブ状態にするの忘れるわ。あそこまでタクティクスレベル上げる必要はマジでなかったよね。もったいないことした。帰ろ。どこに行くの？あー、きっと歓迎してくれるんだろうな、モリッツさんも。で、何事もなく暴言地区戻ったけど、トレッペでよかったらしい。こっちじゃないって。ねえ、どこに行くんだい？よし、行くぞ。ジジンとこ。もうよかったな、ランバー。生きてたか、お前。あー、痛い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 ってば、アガーテ姉さん。もっと優しく扱ってくれよ。バカ者、お前が一番軽傷だろうが。吹っ飛ばされて気絶した時の打撲だけだぞ。雑魚がよ。やれやれ、ランバーのやつで怪我人の収容も終わりか。手間かけさせやがって。ざまあ見ろとか言わないんだね。なんか最近意地の悪くなクラウディア。かわいい。どうかな、友達が素直じゃないからちょっとつつきたくなってるだけかも。クラウディア、とにかく誰も死なずに済んで本当に良かったよ。竜も倒せたし。倒したんだよね、本当に僕らが。そうだよ、私たちが竜を倒した。あの村の言い伝えにある古城の竜をね。別件で怒られそう。そいつはすげえ。あれってモリッツさん？え、ボースの怪我で文句とか言いに来たんじゃ。走ってきた。歩いてこいよ、威厳がねえな。よくやった、よくやってくれたぞお前たち。は、は？よくボースをブルネン家の跡取りを救ってくれた。本当によくやったぞ。なんか調子狂っちゃうな。その竜はなんとかみんなで倒しましたよ。後で褒美、いや報酬もやろう。
とにかくよくやったよくやった。モリッツさん、ボスはどうしたんだ。あれは今部屋で休んどる。なに、大怪我というわけでもなし、すぐ元に戻るわい。うーん本当に大丈夫かな。親からの扱いが悪すぎるだろ、ボスさん大丈夫かな。精神ダメージ以外は大丈夫そうだけど大丈夫かな。でアトリエに帰ると、ちょっとアンプルさんとかも帰ってきたりしないから、よし行くぞ。新しいアイテムが増えるのでは。おかえり。おかえり二人とも。よう、カイドウの北でバレンツさんの部下に聞いたぞ。竜をぶっ倒したらしいな。よくやったな。お前たちはもう一人前以上なのかもしれんな。そうかな。まあ調子に乗らないよう気をつけてるよ。それよりも聞きたいことがあるんだけど、いい？ん？話してみろ。私たちが森で出くわしたあの恐ろしい魔物、もしかしてフィルフサって言うんじゃないかな。その名前どこで知った？やっぱり古城ですごい戦いの跡を見たの。名前は城の石碑に書いてあった文字よ、タオガ。城？そうか、あの竜ははぐれた野生種じゃなく、奴らと戦うために召喚された類か。奴らの出現に呼応して眠っていた召喚装置が再起動したわけだ。奴らってあの魔物は一匹じゃないの？アンペル、そろそろ話してもいいんじゃないか。そうだな、お前が言うようにもう一人前以上なら真実を話して協力を仰ぐべき。長くなるやつですかそれ。真実。ああ、真実を話そう。だがその前にまずお前たちの方で起きたことを全部話してくれ。長くなるじゃん。推測通りだな。あの古城はクリント王国による竜の召喚装置を備えた対フィルフサの城塞だ。対フィルフサ。クリント王国が戦ってたのって他の国とかじゃなくてあの魔物なの？ああ、ここ一帯はクリント王国とフィルフサの大規模な戦場だったと見ていいだろう。召喚装置まで起動するほどとなるとまずいな。早く門を見つけなければ。召喚の起動が門？頼むから二人とも俺たちにも分かるように説明してくれよ。すまん、私たちも冷静さを欠いていたようだ。そうだな、まずフィルフサのことから話そう。この二人が冷静じゃいられないほどのことなんだ。お前たちが遭遇した魔物はフィルフサ、クリント王国を滅亡させた異界からの災厄だ。クリント王国を滅ぼしただって？正確には滅亡に至る国力の衰退を招いた一因か。フィルフサは異界と呼ばれる場所の生物でな。異界？またわからねえ言葉が。今いるこの世界とは別のもう一つの世界だ。かつてクリント王国は錬金術で作った門の力で二つの世界をつなげ、異界から希少な資源を持ち込んだ。その資源の力でクリント王国は大いに繁栄し、繁栄を支えるため新たな門を各地に作り続けた。だがやがてその行為の報いを受けることになる。異界からもたらされた資源以外のものによってな。資源以外のもの、異界からの災厄。そう、フィルフサだ。奴らは王国の各地に開いた門から溢れ出し、すべてを食い荒らした。
最終的に手に負えなくなったってことだよな、自分たちの。王国は1季節。たった1季節のこの大侵攻鎮圧のために力を使い果たし、衰退の坂を転げ落ちた。そんな魔物、フィルフサのことなんてクリント王国の昔話じゃ一度も聞いたことないぜ。王国は繁栄の根源である異界と門の存在を滅亡する最後の最後まで機密として隠していてな。クセロじゃん。大侵攻に関するあらゆる記録を禁じ、その痕跡すらも必死に抹消したのさ。クセロじゃん。そう、ここからは昔話じゃない、今の問題になる。私たちの調査ってのは、詰まるところ門の探索だ。私とリラは各地の遺跡に残された門を探し出し、稼働していればこれを封印する、そんな旅を続けてきた。お二人はなぜそんな大変なことを？何も知らない現代の人々を守るためですか？まあ、私たちにもいろいろあるんだ。とにかくこの近隣に稼働中の門があるのは間違いない。それを探すところからか。しかもフィルフサを通すほど機能を保っているやつがな、早急に探し出し封印しなければならん。あいつら多分すげえ強い。あの時の俺たちみたく何も知らない人間と出くわしたらやばいもんな。もちろんそれもあるが、問題は季節だ。季節？何？冬になると元気になる。お前たちが出くわしたのはおそらく石膏、つまり偵察兵だ。奴らは這い出た先の状況を大雑把に探る。それがなんで問題なの？奴らは水気を極端に嫌う。大侵攻が1季節で終わった一番の理由がそれだ。なるほど、だから島にいれば安全なのか。奴らは這い出た一帯を荒らすだけ荒らすと、巣穴に帰るように本拠地の異界へと戻っていく。雨の降らない季節によく来るってことか。びっくりした。どうしたのライザー？水を嫌う魔物が溢れ出すのに絶好の季節。夏？あ、そっか、これから寒気っつってたもんな。そう、この地方にこれから来る寒気だ。早急に探さなきゃならん理由が分かっただろ。今後はお前たちにも門の探索に協力してもらう。自分たちの暮らすこの土地を守るためにな。もしかして私たちの村に伝わってる乾きの悪魔ってのはフィルサ？確証はないが、特徴からしておそらくな。ってことは金属地に行かないといけないのか。歓喜を呼ぶ悪魔じゃない、歓喜に襲ってきた悪魔だったんだ。竜がいたんだ。悪魔がいても驚きは、いや、やっぱ驚くか。ああ、それと今話したフィルフサと門のことは誰にも話してはならんぞ。モリッツさんとかに話したらクソだるくなりそうだもんな。それはどうして？みんなで探せば早いんじゃ。私たちの目的が門を二度と使わせないことだからだ。かつてクリント王国とフィルフサの犠牲に。喋りすぎだ、アンペル。そうか、そうだな。こいつらが相手だとついな。とにかく絶対に口外無用だ。うん、分かった。それで私たちは何をすればいいの？そうだな、今すぐ頼めることはないが、いつ奴らと遭遇してもいいように準備を整えておく必要はあるな。竜と戦って思ったけど、錬金術でもっと強力な道具とか作れないかな。もうちょっと AP の量増やしたいよな。この本をやろう。錬金術の専門書だ。錬金術は高度になればなるほど危険なものが増える。そのため迂闊に見せることはできないんだが、今のお前ならうまく扱えるはずだ。私の代わりにいろんなことを試してみてくれ。わかった。
やってみる。なるほどね。アンペテさん、これってなんだかわかる？む、これは動力炉じゃないのか？動力炉？古代秘具の一つだ。これを見ろ。あー、炉が使えるようになるってこと。これは火事場なんだが現在動いていない。だが壊れているわけではない。え、そうだったんだ。単にこれを動かすための動力が切れているだけなんだ。そこでこの動力の炉の出現と登場となる。こいつを取り付けることでこの機械は火事場として使えるようになる。そうすればお前たちが持ち歩いている武具を錬金術の力でより強化できるようになるだろう。すごい。じゃあ早速試してみようよ。そうだな。ではこの動力炉をセットしてみようか。おお。なるほど。だからあの辺紫の石みたいなのが転がってたのか。やはり動き出したな。これでこの火事場が使えるようになる。やった。これで武器を強化できるようになったんだよね。あ、今使っている武器を様々な力、武器に様々な力を付与してより強力な武器に鍛え上げられる。強い武器があれば探索もより安全になるだろう。積極的に強化していくといい。任せてくださいよ。武器強化。うん。強化は武器ごとに1回ごとしか使えないらしい。なるほどな。動力炉の数を増やすことで火事場の能力を拡張する。うわー、動力炉探しか。武器錬成が、解禁されましたと。武器錬成、なんかごめん、見えちゃいけない仲間のアイコンが出てるんだけど、まあええか、どうせ仲間になるんだろうみたいなところはあったけど。プラシグ、ルフト、セスラギの砲か、砲風か、訓風かな。どっちだ、あれちょっと待って、燻製のどっちの文字だあれ。まあいいや。まあええわ。まあいろいろ作れるようになったってことっすな。何作っちゃおうかな。ルフトっていうのはどういう系のアイテムなんだ。どこに入れようかな。風属性のダメージアイテム。どこに入れようかな。こっちは雷属性の武器アイテム。レヘルはどこに入れようかな。なるほどね。あれ、アクアコーの在庫がなくなってる。なんでだろう。でよ、でここからブロンズアイゼンが強化できる。どこに何を入れるのかいいかな。コベリナイト入れて、いいもの、できそうな予感。何を入れるのかいいかな。で、いいもの、できそうな予感。水星か。何を入れるのかいいかな。入れると新しいものができちゃいそう。スタルチウムっていうのができるわけですな。これでいくさ、どうだ。アルミみたいなのがしてる。やった、できた。なんか上達してきた気がする。いやー、いやー、マジ新しいレシピが解放された時の楽しさ、これがこのゲームのいいところ。別にそういうのなくても全然楽しいけど。あー、こっからまだ武器ももう一段階全員分強化できるわけか。ビーストエアとかな、いろいろあるしな。そうだな、今回はこの辺で終わりにしよう。で、ちょっと裏作業でガチャガチャやってくるわ。プラシグジグとルフトを作ると進むらしいので、まあ、それ作らないようにこそこそ裏で素材集めとかしていきたいかなと思います。植物エキス欲しいしね。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。また次回ね、続きやっていきましょう。ありがとうございました。